はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティカットしない美容師仲間君色と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いいたします。あーす。はーい、この番組は日曜日の憂鬱な時間を希望に変える内容の番組となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。 YouTube でも同時に配信をしております。 FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせて、お願いします。お願いします。ということで、12月25日クリスマスです。クリスマスですね。すごい。もうあの憂鬱の憂鬱もね、今日あの今年の最終回ですね。あ、そっか。そうです。そう、次元旦なんで。あ、そっか、1週間後は元旦か。そっか。そうなんですよ。クリスマスですよ。今年はイブとクリスマスが土日ですからね。すごいですね。なんかゴールデンですね。うんうんうん。いい感じで。ね、今日はね、街も賑わってるかもしれないですね。そうですかね。そうですかね。昼間賑わって、昨日賑わったんじゃないですかね。今日はもう若干今、ちょっと、落ち着きました。明日の仕事に向けてっていう日曜日の憂鬱って感じじゃないですか。でもう一踏ん張りで年末年始のお休みですからね。そうですね。まあその憂鬱を変えるっていうテーマですね。はい、そうです。はい、そうですね。今日ですね。はい。はい、またスペシャルな人をお呼びするので、ちょっと後ほど紹介したいと思います。そうですね。そして先週はサックス奏者の青木智さんに来ていただきました、ね。はい、そうですね。智さんです。はい。はい、それに対してのお便りが来てますので、はいはい、お願いします。ご紹介しますね。はい、はい、東京都世田谷区の小鳥と一緒さんからです。楽しく聞きちゃった。人それぞれのなんでそれを始めたのかなって思いを聞きたくなります。だそうです。うーん、ありがとうございます。先週の友さんの言ったことの感想ですね。そうですね。友さんがなんでサックスプレイヤーになったのかっていうお話で、はい、あの、はい、部活だったっていうね。そうですね。まあ、それに対してコメントっていう感じで。そうですね。はい、うんうんうん。いろいろね、何がきっかけになるかわからないですね。うん。はい、じゃあ、またいろいろコメントお待ちしてます、うん。はい、お待ちしてます。ありがとうございました。はい、じゃあ、ゲスト。をご紹介する前に一曲お聴きください。クリスマスなのでドリカムでウィンターソングです。はい、ではですね、本日も、スペシャルなゲストをお呼びしてますので、ちょっとご紹介をしたいと思います。本日のゲストはですね、東京都内を中心にイラストレーター、漫画家、YouTuber プロデュース、執筆活動など多岐にわたって、活躍されています。中里智昭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか、肩書きだけ見ると、一体何をされてるんでしょうか。そうですね。まあ、確かにそうなんですけど、まあ、メインはイラストレーターということで、はい、はい。で、問題ないです。そこに至るまでは、なんか、あれなんですか、その、もともとどういう経緯があって、このイラストレーター、なんか漫画家もされてたとか、まあ、今、YouTuber 自身もやったり、プロデュースしたりとか。そうですね。はい。その辺のことについて、ちょっとお話を伺いたいなと。そうですね。何ですかね、もともと、まあ、その、まあ、ゲーム好きの少年だったんですよね、昔から。はい、
まあ、アニメとかも大好きで、で将来はなんかゲーム作りたいなみたいな感じで、まあ、大学入るときに、まあ、工業大学ですかね、工業大学に入ってなんかゲーム作りたいなとか思ってたんですけど、なんですかね、その時、まあ、就職がねすごく厳しい時期でしたよね。で、まあ、まあまともに就職なんてできないっていうことで、はい、その時は何ですかね、システムエンジニアですね。システムエンジニアに大学卒業後になりまして、はい、まあ、システムエンジニアもまあ、ね、楽しい仕事だろうとやりたいことだろうと思ってやってたんですけど、まあ、まあ大変なお仕事で、まあ、あまり何ですかね、自分に合わないなっていう感じのものだったんですよね。はいはいはい。まあ、なんか建築しようと思って、ちょっとその、うん、まあアニメゲームとか好きだったので、じゃあ絵でも描いてみるかって言って、こう落書きをね、こう仕事から帰ってきて落書きするようになって、はい、はい、で、まあ当時はね、まだツイッターとかも何もない、結構ね発信する媒体がそんななかったんですけど、うん、まあ、自分でホームページとか作ってなんか絵を描いたりみたいな感じですね。で、そういうのをやって活動していくうちに、まあなんだろうな、まあ同人誌っていうんですかね、なんかコミックマーケットみたいなところ、はい、大きいイベントがあるんですけど、自分で本を作って売るみたいな活動をするようになりまして、でそこでそのコミックマーケットってまあ日本一大きいイベントなんですけど、そこでまああの編集さんから名刺いただいて、で雑誌にへあの掲載されるようになってっていうところですね。はい、でもその漫画って、はい、だってあれですよね、システムエンジニアでアニメが好きで、ゲームが好きで、はい、絵が上手いっていう話が最初出てこなかったんですけど絵は最初から自信があって、なんか結構クラスに一人いるような絵が上手い人みたいな感じ。いやいや、そんなことは全然なくて、まあ、絵はやっぱり何ですかね、練習してっていう感じですね。ただあの絵がめちゃくちゃ下手だったかっていうとそうでもなくて、なんか、はい、なんだろうな、そもそもそのアニメとかのイラストとは全然違うんですけど、その小中学生高校生とかの美術の授業は点数が良くて、はいはいはい、通信簿で5、いつでも5みたいな感じで、別に美術センスが 悪いわけではなかったですね。はいはい、そうでもなんかよくこうクラスに一人いる、よく毎回毎回作品出すと入選するみたいな、なんかこう、はい、わこの人すごい人だみたいな感じの扱いだったんですか。いや、そんな扱いじゃなかったですけど、ただ、はいはい、普通になんか幼稚園とかで出してるとか小学生とかの出してる、そういう学校で描くとか幼稚園で描くイラストが普通に入選はしてましたね。一応こう、うん、そんなに美的センスは悪くなかったんじゃないかなっていう感じがします。元のセンス。いやいや、でもですね、漫画家の編集の人から声がかかって、はい、漫画の編集の人から声かかって連載できるって相当、多分相当じゃないとまあまあそうですねまあでもその時はね、まだ運が良かった、そのまあその何ですかね、アニメとかゲーム、まあその漫画の世界もその時々でなんていうんですかね、めちゃくちゃ書ける人が多い時期と、はい、例えばその業界的にすごい盛り下がってる時とお金がない時とかいろいろあるわけなんですよ。はい、で、その中で言うと、たまたまその僕が声かけてもらった時期は結構運がいい時期だったなっていう感じ。すごいですね。いや、ちなみに僕も結構絵は自信ある方だったんですね。はい。それなりに。それなりに、はいはい。まあ、入選するか毎回かっていうと、まあ、クラスで 2番手か3番手ぐらいには自信はあったんですよ。うんうんうん、であと、ドラゴンボールのピッコロ大魔王とかめっちゃうまいんですよ、自分で言うと。それでも、そんな声なんかかかんないですよ。まあ、でもね、やっぱり。美術的にうまいっていうのと、まあやっぱり漫画描けるっていうのは全然別技術なので、はい、結局は漫画っていうのは独学で学んで、はいはい、で漫画描けるようになったと言っても、まあ当時はやっぱ技術的にそんな大したことなかったなと思うんですけど、あ、本当に
普通の人とかだと専門学校行ったりとか、漫画家の先生のところにアシスタントに入って教えてもらったりするんですけど、そういう経験は全然なかったので、まあ、技術的には結構つたなかったんじゃないかなとは思うんですけど、でもそれも含めて、まあ、声がかかったのは運が良かったんじゃないかなぐらいですよね。でもすごいですね。漫画、アニメが好きで、絵もまあそこそこうまくて自信があって、で、システムエンジニアやってたから、今の仕事全部つながってるじゃないですか。そうですね、はい。今、電子団時代なんで、電子でいろいろ、まあ、動画制作もされたりとか、そ YouTuber うですやね、りとかっていうのはい。が、多分システムエンジニアだけではできないけど、はい。漫画やりながら、アニメ好きだったし、みたいな。そうですね、はい。そういう流れを、まあ、全部、うまく活用はできてるんじゃないかなと思いますね、仕事に。すごいですね。じゃあ、めちゃめちゃ好きな仕事を今されてるって感じですそうですね、別に嫌いじゃないって言ったら、ね。好きだって、これ、声高には言えないところが厳しいところですよね。もともともちろん好きなんですけど、好きだったんですけど、仕事にすると辛いよねっていう現実があるじゃないですか。はい、なので、今でも好きなことを仕事にしてるし、別に不満は何もないんですけど、まあ、思ってるほど楽しいこともないみたいな、大変なことはたくさんあるよねっていう。言っちゃった。はい。そうなんですね。じゃあ、中田さん、何してるときが楽しいんですか？何してるとき？でも、何ですかね、喫茶店でコーヒー飲んでるとき？いや、コーヒー飲みながらやる、なんか本読んだりとかってことですか？ あ、そうですね、喫茶店で本読んだりとか、だから僕結構本が好きで、めちゃめちゃ買う方だとは思うんですけど、まあ、本読んでるときとかが一番いいですかね。まあ、やっぱり単純に自分が作るよりも、消費してる方が、楽しいかもしれないかなとは。作るのも楽しいけど、見るのもっていうことですか？そうですね、見る方も。情報を集めるみたいまあ、情報を集めるのもそうですけど、でもね、なんか作ってる側に回ってるからこそ、なんかもう世の中、連載しかないんだっていう、この楽しい作品がいくらでも出てくるみたまあでもいな。それに悔しいとかじゃなくてリスペクトしてる感じなんですか？あ、そうですね。全然悔しいとかないですね。はい。はい。どんな作品を楽しく感じますか？どんな作品？これすごいみたいなのありましたか、最近。そうまあ、です漫画じゃなくても、なんか、噂によると特撮とか。特撮、そうですね。特撮は、かなり好き、まあ、好きなんですけど、まあね、自分結構いい、ね、おっさんの年なんですけど、普通に特撮作品をずっと見てるみたいな感じで、何ですかね、やっぱりなんですかね、まあ最近漫画とかアニメとか、まあ特撮もそうなんですけど、例えばもう何十年、20年、30年もずっと見ていると、なんか昔の作品の方が良かったよなとか、あの時は面白かったのに最近良くないよなみたいな感想が出てきてもおかしくないんですけど、最近その特撮もそうなんですけど、常に過去の作品より面白い作品が作られるんですよね。過去の名作を軽く超えるぐらい面白い作品がどんどん出るんですよ。これがすごいなって思いますね。はい。すごい、そうなんですね。いや、本当によくこんなん作れるなっていうかのがどんどん出てくるんですよね。それはなんかその物語がすごいとかじゃなくて、もうトータルでその演出であったり、その。ああ、そうです、そうです。演出も含めてなんですけど、物語性もある。だから、まあ、ある程度なんか特撮ってお約束があって、まあ、フォーマットに、ある程度の方はハマっているんですけど、まあ、その中でもすごい型破りなものが出てきたり、まあ、すごい王道をきょ、あの、踏んでるんですけど、王道なんだけど今までの王道とはまた違った王道で面白いみたいなのが出てきたり。なんか私全然詳しくないんですけど、そういう昔からあるものってこう仮面ライダーとかゴレンジャーとかそういうイメージなのかなって思うんですけど、今もそうなんですか？
今もそうですね、仮面ライダーとか、まあ、ゴレンジャーとかがずっと続いて、で、今本当に、ね、まあ、仮面ライダーは50周年ですか。はい。50周年。50周年ああ、すごい。ですね。で、30作品ってあるわけなんですけど、まあ、それでも本当にずっと進化しているなっていう感じですし、まあ、ああいう作品って結局、その、なんですかね、まあ、もちろんストーリーが面白いといいんですけど、あれって結局、その、おもちゃを売りたい番組なので、そう、仮面ライダーベルトを売れないと意味がないんですよ。はい。そうですね。スポンサーはおもちゃ会社であって、おもちゃを作るための、おもちゃを売るためだけの番組そうでなんすでね。すよ。そう。これだ子から供とちょっと夢をなくすんで。いや、でも本当にその売り方がうまいなっていうのと、はい。で、そのベルトとかも最近めちゃくちゃ売れてるんですけど、すごいその大人向けのベルトを出してくるんですよね。はい、なんで子す供ね。向けのじゃなくて。で、まあ、子供向けのベルトって、まあ、大体おもちゃ屋さんに売ってて5000円ぐらいで、一応その作品の模してはいるんですけど、ちょっとチャッチくなってるというか、落ち込んでるやつなんですけど、まあ、最近はなんかネット限定で大人用のベルトが出るんですね、仮面ライダー。で、すごい。まあ、4、5万ぐらいして、本当にその役者さんが巻いてるのと遜色ないみたいな感じ。それはどういう方が買うんですか？そういうもう特撮、長澤さんみたいに特撮が好きな人が買うのか、普通の例えば子供が見てるから親で買うのか、それかなんかとりあえずプレミアつきそうだから買うのか。プレミア付きそうだから買うっていう層もいるとは思うんですけど、まあ、ただやっぱり自分みたいな、子供の頃からずっと好きで、で、大人になってからある程度お金が自由になってきて、まあ、好き放題自分の好きな趣味のおもちゃ買えるぞっていう人が買ってる感じですよね。はい。なるほどね。すごいですまあ、ね。でも誰もが、ね、男子は通るとこですからね、そこの。そうですね。はい、はい。はい。そうです、そうです。まあ、多分ね、その特撮ってすごく、まあ、仮面ライダーって日本的なものだと思うんですけど、まあ、そうじゃなくても、多分、そのアメリカンヒーローでもそうだろうし、まあ、スター・ウォーズとかね、そういうのもありだろうし、まあ、それこそ、なんですかね、まあ、スポーツ選手にはまるとかは、ね、それはプロレスにはまるとかと一緒だと思うんですけど、で、そういう趣味に対してお金を、まあ、多大にかけれるぐらいの資金力がある大人向けの教材が出るっていう、子供向け番組なのにみたいな感じです。なるほど。ね、最近は、有名な俳優さんも出て、ね、そこから出てきたりしますもんね。そうですね、今本当にそのやっぱ仮面ライダーとかがもうなんか、その俳優を育てるための登竜門みたいになっていて、まあその戦隊もですけどね。だから、なんだ、ジュノンボーイみたいな、日本を集めたコンテストとかあるじゃないですか。で、毎年、まあ、1位から3位ぐらいまで出るんですけど、1位から3位までの人は、ほぼ間違いなく仮面ライダーか戦隊になるんですよ。毎年。ほぼ、そうなんです、そうなんです。そうなんですね。はい、なってるんです。はい。本当にジュノンボーイとライダーを照らし合わせてもらうと、ほぼほぼ、まあ、90%以上は何かしらになる。みたいな。はい。で、そうなんです。なんでそれになるかっていうと、まあ、そのかっこよくても演技力がやっぱりないんですけど、そういう人たちって。まあ、俳優としてまだ使えないんですけど、で、日本の、そのテレビ番組とかで、1年間通して撮るドラマって、仮面ライダーか戦隊か、大河ドラマしかないんですよ、今。なるほど、はい。で、3つしかなくて、1年間通して撮ると、その演技のいろはとか、テレビ撮影のいろはとか、いろんなものが身につくんですね。その我慢強さとか、いろんな、あらゆる。はい。で、俳優力が単純に高まるんですよね、その人間。はい。っていうので、仮面ライダーとか戦隊に、その、顔のいい役者さんをぶち込まれてるみたいな感じが。じゃあやっぱり最初の、4月スタートでしたっけ、特撮系は。
そうですね。まあ、2月かな。あ、2月。はい。じゃ2月と最後の、1月はい。って全然違うってことですあ、か？もう全然演技力変わってきますね。でも本人が見ても笑っちゃうぐらいの2月だあ、もう全然、った。はい。もちろん本当に、最初から上手い俳優さんとかいるんですよ。佐藤健とかは、仮面ライダーの1話からめちゃくちゃ上手かったとか、そういうタイプもいるんですけど、はい。でも大体は本当にすごい上手くなっていくみたいな感じですね。うん。なんかすごいですね。芸能界めっちゃ知ってる人みたいですね、ね。芸能界を知ってるわけじゃないんですよね。そう、芸能界は詳しくないんだけど、特撮俳優だけ知ってるんですよね、結構ね。そうそうそう。ね、そこでね、ママさん人気も取りますしね。なんかもう今のコメント、プロダクションの社長のなんか相談役みたいな、あれですね。まあ、でも、いや、ほとんど、やっぱそういうところで育ってきたイケメン俳優が、もう本当に、主演、ね、ドラマの主演とかしたりとか、まあ、それこそ大河ドラマに出たりするので、まあ、大体その特撮俳優を抑えとくと、有名なイケメン俳優のほとんどをわかるみたいな感じになってしまう。なるほど。だからお母さんに人気があるってことですね。ああ、そうですね。お母さんにめちゃくちゃやっぱり人気ありますよね。やっぱ顔がいいのはね、正義ですよね。本当に。それはその例えば、仮面ライダーとか はい。戦隊ものってあるじゃないですか。あはい。れってその最初は別にそんな俳優登竜門的な感じじゃなかったじゃないですか。あ、なかったですね。そんなことはなかっ僕た。らが子供だった時は、なんかそんはない。になんか俳優が目立って、俳優が、まあ、って感じだったんですけど、なんはい。か路線が変わったってことなんですか、ここ、その。そうですね。2000年に入ってから、まあ、お。仮面ライダーが、まあ、しばらくずっとやってない時期があって、で、2000年ぐらいから仮面ライダー、新しいシリーズでってやり始めたんですけど、その時の1作目は、まあ、仮面ライダークーガーってやつで、小田切丈が主演なんですあね。はい。で、そこら辺から路線が変わった、感じです。すごいですね。もうその辺は全然見てたんですか？ 2000 あ、そうですね。2000年ぐらいから見てて、その頃から結構まあ言ったらオタクの間で、まあその時はまだツイッターとかなかったので、2チャンネルとかで話題になっていて、はい。仮面このライダーがすごいみ面白いみたいな。たいな。そうなんです。だからまあ、ちょっとそういう情報通の方は見てたっていう感じですね。面す白ごいい。ですね。そねうですね。え。ねえ。まあ、仮面ライダーもでも日曜日ですね。まあ日曜日、まあ日曜日なんですけど、だからもう日曜日朝起き、早起きするのがもう習慣化されてますもん。そうなんですね。そうですね。で、なんていうんですかね、まあ、次にまた新しいのになれば、まあ、見るのやめればいいのにと思うかもしれないですけど、次のか新しい仮面ライダーにも過去のライダーが出てくるのでやめれないんです。そずっうとなんやでっすちゃってね。て。それが楽しい。そうやってちゃんと視聴者を離れさせないような仕組みが出来上がってて。気になってきました。今日ただ一つね、気になることがあって、今日クリスマはい、クリスマス。スだ。仮面ライダーのベルトを今日朝、サンタさんからもらった子供たちがいるのに、こういう話をしていいのかなってちょっと。確かに夢のない話ですね。まあ、このラジオは大人が聞いてるんで。確かに。子供たちには夢をあげ て。そういう夢は。ですでそすれです。は言わないでって思ってる人いるかもしれないですよ。そうですね。まあまあまあ、大人視点の話。ね。面白いな、笠戸さん、すごいよく知ってますね。本当にすごいですね。なんかこう、掘れば掘るほど、なんかもっと聞きたくなる人が多分親世代だといるのかそうですね。本当そういうの面白いと思いますけどね。本当。まあ見てなかったらぜひ見てください。面見て白いみと思まいます。す。ね、なんかちょっと特撮の話になっちゃいましたが、中里さんのお仕事として、どこを、ホームページ等々どうやって検索すれば、
あ、はそうですね。僕、会社やってるんですけど、イラストレーターやりながら会社の社長やってるんですけど、い。会社名が、呉服工房ってところなんですけど、はい。福岡。ちょっと漢字がわかりづらいんですけど、はい。漢字の狐をうんうん。書いてもらって、あと幸福の福。はいはい。はい。で、呉服って書いてもらって、漢字書いてもらって、工房は、なんかいろんなものを作る工房ですね。はいはい、あの工なる房ほど。です工房で検索してもらうと、ね。ページ出てくるので、そこからイラストとかが依頼できるので、はい、ぜひ、はい。あ、はい。お願いじします。ゃあ、ぜひぜひリスナーの皆さん、呉服工房と、うねの服の工房というところで、はい、調べていただければと思います。お願いします。はい。なんかあっあ、という間に30そう分が。あっという間でした。今日は一応クリスマスだけど、あんまり関係ない感じの、全然関係全ない。体の宣伝がほぼ8割ぐらいの感じで。大人のためのクリスマスうん、でそね、うですね。ちょっとサンタさんがね、来た感じで。まあいいですね。5万円ぐらいでベルトが売ってるっていうのも知ったんで。はい。すごい高いです。はい。プロレスラーの、ベルトもレプリカのやつ売ってるんで、多分1万円ぐらいで売ってるんじゃないですかあ、ね。でもそれぐらいなんだ。なそうるなほど。んですね。はい。じゃあ、ちょっと名残惜しいですが、お時間 そうがですね。おりますので。はい。今日、中里智明さん、本当にありがとうございはい、あまりがとうございましす。ありがた。とうございました。はまたぜひぜひ遊びに来い、てまくたぜひお願いしだます。さい。はい。そして皆様、メリークリスマスと良いお年をお迎えください。来年も日曜日の憂鬱をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では皆様、おやすみなさい。はい。はい。はい。